こんにちは。今日1200日でね、1200日でなんかルームがちょっと記念日になってる。ツッキーさん、かわいい、ありがとう。ホクペグさん、あ、タワーありがとう。1200タワーありがとうありがとうございます。いや、なんかこれからちょっと自主練行くんだけど、そう、今日夜配信できないかもしんないから。ズッキーさん、ありがとうございます。いや、できたらするけど、できたらまあひじりたくからするかも今日は前々からね、約束しててね、ひじりのお家にね、そう行くんだけど、あゆちゃん、やまさん、ありがとう。やしたさんもありがとう。やしたさん、ありがとうございます。 MJ さん、ありがとう。おめ、ありがとう。やしたさん、ブラボー、ありがとう。藤井さん、ちゃんとくさん、ありがとうございます。1200、そう、1200日。アジシヌクさん、ズッキーさん、ありがとう。ズッキーさん、ブラボー、ありがとう。 PK さん、ありがとう。そう、あっという間にまあ200になりましたわ早くない？200、1200ね。ちょっと久々の記念。確かに。アスカさん、ありがとう。お昼前、ちょうどお昼休憩みたいな方もいるのかな、もしかしたら。あ、 MJ さん、ありがとう。1200日タワー、ありがとう。ありがとう。これからもね、体調に気をつけて頑張っていこうと思ってます。頑張るというか、ね、まあ配信したいなみたいな感じなの。よろしくね。こんにちは。ね、1000日から200になったけど、なんか顔白い今日。なんでだろう。こんにちは、よたあちさん、ありがとう。タワー、1200日タワーが、ありがとう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 。変な時間なんですけど、ごめんね。ちょっと本当奇跡的に見に来れたよって方もいるかな。あおいちゃんさん、ありがとう。もうね、でも1000日超えてきた、来てるっていうか、もう3年立ってるわけだから。3年か、3年は経ってるんだよね。もうおかしいねなんか感覚的になんか、うん、わからない。え、3年も経ったって。愛知、元気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 。お昼ご飯食べましたか？食べてないですね。食べてない、食べてないけど、ちょっと時間ないからまあいいやって。ズッキーさん、ありがとう。お
かしくはないけどこんなに続けられてるのも不思議だよ。家族よりもみんなとの方がコミュニケーション取ってんだから一つ言うとたまにしか来ないよみたいな方とかもいると思うけど、もう家族より取ってると思う。コミュニケーションお父さんよりも取ってる確実に。みんなの方が。葵ちゃんさんありがとう。ペペロンチーノいいね。でもみんなもそうだと思う逆を言うと、わかんない、実家暮らししてる方とか普通に家族がね、家族と住んでるっていう方とかはまああれだと思うけど、普通になんて言うんだろう、とでもコミュニケーションあんまりね、そう意外と大人になったら取る機会とか減るじゃん、小さい頃より。そう確実にね、家族よりはもう今本当ファンの方と会ってる方が多い。だからみんなからしても愛知の顔、ファンの方とかからしたら愛知の顔を見てる時間多いと思う。そうです、ファミリー、ファミリー、もはや家族じゃんうちら。そう家族なんだよね。メガネのお姉さんっていうか、メガネメガネ、メガネ、メガネのイメージあるよね。こんにちは。トマさんありがとう。こんにちは。家族、家族いいね。1200、まあ次は1300。でもここら辺はなんかそうね、もう次のあれなんだろう、いつだろう。でもまた来年4年いけたらまたアバター作れるし、なんか一個ずつアバター地味に増やしていけてる1年に1回だから、でも1年で1個なの2個くらい欲しい。いやでも多すぎてもあれか。今週だね幕張、今週です。あと何だろう、何日だ、え2345、5日ね、貴重だよね。1234なの。あー確かに1234だね。確かに1500の前にあれだよ、あの1500の前に4年があるから多分じゃない。え、だってあと300、あや違うか、え4年、4年ってな、4年って何日なんだろう。365×4 は、あ1460日目、1460日目に
記念日です。4年記念日なので500より前に一応大きな記念日がある。4年だよ。その時はね、まあこれも一つの積み重ねにでしか積み重ねでしかないんですけどね、そのこう一回一回こうさ、そういう積み重ねが重なった時に結構大きな数字に意外となってるみたいなそういつの間にかっていうことなんで、そうここら辺ではまだねちょっと実感できない可能性あります。うん、日々は何気なくねこう毎日過ごしてるんですけど、そうやってなんかちょっと時間が経った時に意外とすごみたいななるのが積み重ねですね。こんにちは。大学生活並みだね。そうね、確かに。こんにちは。あと5日、12、34、15、16、あと5日。でもショールームさ、毎日配信しなかったら逆にストレス溜まる可能性あるかも。もはや毎日配信が苦痛っていうのはなんじゃなくて、逆にそのストレスになりそうな気してるな、私的に。多分なんかストレスを発散したくてしてるわけじゃないんですけどね、うん、ストレスを発散したくてしてるわけではないんだけど、自然となんかストレス解消にもなってる的なっていうのは、そのみんなと話すことでこう日々のなんかいろんな亀さんありがとう。タワーお仕事中かな、ごめんね。ありがとう、タワーありがとうございます。そう国城さんありがとう。そういろんな話ができるから私もそれがいいのよ。誰かに聞いてもらうっていうのがいいのかな。家族が近くにいればさあれだけど、いない分それもあるかも。私は結構聞いてもらいたい人だったの、小さい頃からずっと。なんか学校であったこととかもお母さんにいつもこうバーってさ、いつもなんか一人でああってこう喋って聞いてもらうみたいなことを、そういうタイプだったから、そういうのが今ないからこそみたいな、みんなにそのなんていうんだろう、いろんな話を聞いてもらえててっていうね。国翔さんありがとうございます。福清さんもありがとう。あ、出たー。1200だー。
1200。イエーイ。ありがとう、まずきさんありがとう、 PK さん、あ、ケーキありがとう。あ、バイト休憩中、無音。あおいちゃんさんありがとう。今日もレッスン、今日は自主練行きます。幕張まで全部行きます。もう不安をな一つでもなくしてステージに立つ。ズッキーさんありがとう。今までやってきたことを幕張で見せれたらいいなとも思いますね。頑張ろう。あゆちゃんありがとう。嬉しいことも悲しいこともショールームで聞けるからいいよね。まあそういうのをなかなか話せないメンバーとか、話さないようにしてるメンバーとかもいるかもしれないんですけど、私無理なのよそう、無理なのよ。全部でも決して全部を話すわけではないけど、でも話したいのよね。その自分が思ってることとかは常日頃変わるんだよね、気持ちが。川っぴさんありがとう。山崎さんもあ、ファイトありがとうございます